ではじゃあまず一つ目いきたいなと思います。それではエントリーナンバー1、ダーラン、メンダコカップ、イナちゃんがこちら出品していただきました。メンダコカップ、クレーンゲームで取ったメンダコカップが入っていたボックス、これ可愛いですね。めちゃめちゃ多分必死こいて多分クレーンゲームで取ったこのカップの中身は、あ、見ましょう。こちらほんと可愛くて、いや、これ欲しいだー、これ欲しい人多分いるだろうな。これ思ったんですけど、もしかしたらこのカップにね、イナちゃんがちょっとチャチャチャとここちゃんサインとか入れて、ありますよそれ、ミュージック、いいこと言った、マジである、あら、これもしかしたら落札した際に、まあ、イナちゃんがその送ってくれた時にあのサインをもしかしたら書いてくれる、さらにもう効果はこれ欲しいな、これベコーラも欲しいですけども、じゃあちょっとこちらこの商品からまずちょっとじゃあ落札のやつやっていきたいなと思います。そうですね、あ、フレアさんからまず10とチャットで、まず10で入っております、20で入っておりますね。ペコアラじゃあ40しようかな。おっおっおっと、奥さんたちが祭り先輩がマンって書いてある、ちょっと待って、あ、そうですね、まずこれ20円から始まったってことですか。そういうことですか、これマンって言ってますね。20万ですね。あ、なるほど、他になんか欲しい方いらっしゃいますか。すごい、めっちゃあー、これボックスの、あー、やっぱ気づかれましたか。まあ、箱だけでも構わん。あ、やはり、サインは格安ですか。まあ、それはちょっと交渉してみます。交渉ですね。これから交渉となりますが。まあ、多分、イナちゃんだったら、あ、オッケー、書きますって言ってくれるとは思いますので。そうですけどね、はい。まあ、これボックスのみです、一応。言っちゃうと、はい、多分コップは、イナちゃんが使ってます。きっと。はい。使われみたいなもんですよね、あのカップ。あ、60、え、60、箱に60、今フレアさん最高額60万いってます。ほう、どうでしょう、他の方、他の方いらっしゃいますか。これ60万以上出せる方いますか。箱に60万、箱に60 60万ペコラ、え、アージャさん70万、もう突然どんどん釣り上がってきました。1個目から白熱しております。これ上限100万ってことですよ。くっそ、まあ、これ、あ、さすがの、100万、これ他に100出す人いますか。これいますか、100万。いるならあれですか、ちょっと待って、ペコーラじゃあ。ペコーラも100にして愛を語らせようかな、フレアに。これ、相当、あれなの、100。おい、フレア上がってこいよ、上限出ました、フレア、お前上がってこい、どんだけ愛があんだよ、お前よ。あ、じゃあ、じゃあ一旦カンカンしてもらっていいでしょうか。一回じゃあ、はい、上限、カンカン、あ、なんでしょ、100。うわぁ、え、ちょっと待って、一回じゃあ上限100の人、はい、上がってきてください、カン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 。じゃあ、アーニャさんと、フレアの、こいつら遊んでんだろ、マジで。今こ、あ、もうなんかカオスになってきちゃった。やばい、一商品目ですから、まだ一商品目。いや、コロナが100貸してくれるらしいんですけど。え？あれ？あ、まずフレアさん。はい。はい。あなたは上限100万ということなんですけども。そうですね。ちょっと貸し借りはちょっとなしにしたいかな、一旦。こう、やっぱり、こう、葛藤があったんですよ。やっぱタコ立ちとしては、ちょっと、はい、まあ、たとえ箱でも、抜けがけは良くないと。あ、なるほどね。うん。だから、まあ、どうしても、本当に、みんなが、どうしてもって言うなら、タコ立ちとして引きます。え？正直、欲しいけど、欲しいけど、やっぱりここは、やっぱり、タコ立ちとして、一線は越えちゃいけないかもしれない。だって、フレアさんの最初の、何の一線？ 10!20! いや、60ってすごい熱くね、ね、やってて、あ、これフレア確定だと思ったら、まさかのアーニャさんが途中参戦の70万とか言って、200万に。でも、いいんですか、フレアさん。じゃあ、アーニャちゃんが本当に私は欲しいですって言ったら、譲れるんですか？タコ立ちとしてこれ、
じゃあ、アーニャにも、アーニャにも聞いてましょう。アーニャさん、アーニャさんは、このめんだこカップ欲しいですか？熱く語ってください。欲しいです。軽いな。ちょっと待てよ。私の気持ち。ガチで聞いて、ちょっと、ふーたん聞いて。はい、イナニスの、パーフェクトパートナーというコンビ名で、やらせていただいてます。アーニャメンバーなんですけども、ここはやはり、このポップカップは、私が、取らせていただこうかなと思います。ああ、なるほど。強気っていう感じです。パートナーならしようか。かわいいし、めっちゃいい匂いしてそうだし。アーニャさんすいません、これ箱だけですよ。一応伝えますけど、箱、ボックスだけ。まあ、それでも、いい匂いしてそうだから。確かに、箱のボックスの中に、イランの家の空気が入ってるわけですからね。確かに、おとつ家の空気か。フレアいいんですか？もっと熱く、お前を語れ、語れ！いや、パートナーには勝てねえ。一般タコ立ちだから。でも、落札した時には香りだけ嗅がせて。香り？私は、もっと熱く語れるでしょ、あなたは。いや、味方なのか敵なのか分かんないこと言うなよ、お前。ややこしくしてる話よ。ややこしくするよ。一般人はやっぱ一線をね、超えちゃいけない。超えちゃいけないから。いや、ワンチャンサインもらえますよ。ワンチャンサインももらえますよ、フレアさん。熱くもっとやれ、お前はいけるよ、お前いけるよ。いけよ、ここは。いや、お前どっちかだよ、やっぱり。いや、ペコラさん、ジャッジお願いします。はい、カン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 というわけで、今回このメンダコカップを手にするのは、はい、たーなんフレア、おめでとう、あなたにも。いや、なぜかのフレア、いや、なぜかというと、アーニャさんが敵か味方かわかんないこと言ってるから、はい、お正直こいつかき回しに来ただけやろって思っちゃったんですよ。我々敵同士にならなきゃいけないんですか、ここは。確かに、二人とも、イナを愛する気持ちは変わらないもんな。確かに。そうなんですよ。じゃあ、わかったわかった。じゃあさ、このさ、ダンボールじゃねえ、ボックスをさ、半分に切ってさ、二人で仲良く分けよっか。確かに、ちょうど半分に切った方がいいかも。それは違う？それは違うかな。え？やっぱり、私がもらって、アーニャに香りを嗅がすということでどうでしょう？じゃあ、それで決定です！はい。それでは、100万ペコラ、おめでとう！おめでとうございます！おめでとう！愛してるよ、イナ。はい。というわけで。ちょっと1個目からちょっと、とんでもなく波乱万丈で大変なんですけど、やばいっすね。サクサクいかないと。これ相当数ありますからね。やばいっす。はい、で、